皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は今実家に帰ってきてるんですけど、夜からねご飯を食べに友達と行くので、その支度をしていきたいと思います。で、今日は私もねコスメ持ってきてはいるんですが、妹2人がいるので妹2人のコスメを借りて、まったりのんびりメイクをしたいなと思います。朝スキンケアをしてからしてないので、まずはちょっと借りますね。こちらイプサのザ・タイム・アール・アクアを使ってるみたいで、昨日の夜も借りたんですけど、すごく保湿力が高かったです。これでちょっとこう軽く保湿します。なんか特別すごい匂いとかはないね。普通にスクショ。妹がいるのでちょっとね話し声とかが入るかもしれない。そして美容液はこちらの、妹はルナちゃんプロデュースしてるこちらのオハナ R2 のラインをね使ってるみたいで、こちらを使います。いい匂いだよね、この美容液を塗って。乳液は私と同じだ、こちらの無印の乳液で保湿します。今日夜出るから乾燥しそうなので、しっかり保湿してから着たいと思います。スキンケア類は今回何も持ってこずに来たので、全て妹2人に借りて過ごしております。ボサボサだ頭ボサボサボンバー、リコも寝てたしまた寝てた。ではやっていきます。何笑った、これ、なんでこれ閉まってないの、多分なんか引っかかってるあら吹き出さないベースはこちら、これは自分で持ってきました、ポール&ジオのモイスチャライジングファンデーション S01 番です。でもセナもこれ使ってる、同じものを使ってました。こちらでしっかりベースは保湿して作っていきたいと思います。やっぱりこれ保湿力あるね。今日なんかすごい肌の調子が良い、なんだろうね、そうかもしれない今日はね久々にたっぷり寝たのと、なんかでもちょっと風邪ひいてしまって鼻声なんですけど、気持ちというか体はめちゃくちゃ元気です。鼻水がね少し出るだけなんですけど、はい。ファンデーションはこちら私も使っているロレアルパリインファリブルフレッシュウェアファンデーションを使ってるみたいです。これ私がね使ってるのを見て買ったみたいです。125番のナチュラルローズというカラーです。どうだろう、合うかな鏡に映ってる、ちょっと映った。あーちょっと暗いかもしれないので、目元のちょっとカバーしたいとこだけ今日はのせます。でもこれ薄付きだからねいいよね玄関のチャイム音がセンサーの音が。薄く顔全体に伸ばして、今日は、高校の友達仲良し4人組なんですけど、お互いね夫婦というか旦那さんも連れてみんなでご飯を食べます。8人ですね、大人数でご飯に行きます。楽しそうでしょ、コンシーラーは、先日買ったんですが、ナーズのラディアントクリーミーコンシーラーで、本当にね気になる部分、あ、いいよ。またね久々に買ったの、これ持ってたっけ、使ったことある、使っちゃった、うん、使い切ったの、使い切っちゃったこちらをなんか気になるこのシミと目のクマ、あと鼻周りとニキビ跡だけど、ね、この口角部分だけをカバーします。パウダーはこちらのクラブのすっぴんパウダーです。久々に使う、これはね色がつかないこういう白いタイプになっていますチャイムが顔全体を軽く、あーやばい、鼻水が出てくるとさメイクよれるんだよね、ここら辺よれない、よれるよね、あ眉の上、あれ蓋がどこ行った、あれ、あ蓋ここにはまってたこのねパレットは持ってきました、3のクリスマスコフレ、こちらですね。これでハイライト入れます。でもさっきハイライト借りたんだった、
忘れてた。で、眉毛を描いていきます。まあこんな感じで眉毛はよし、もういいか。いいね。そしたらアイシャドウに行きます。アイシャドウはじゃーん、こちら妹も買ったみたいです。私の動画見て買ったんでしょ、うん、私も今日で実は持ってきたんですけど、私が持っているのはココディライトっていうカラーなんですけど、妹が持っているのはストロベリークラッシュというカラーです。こっちがチークになっていて、反対がこういう、かわいい、めっちゃかわいいね、ピンク系のアイシャドウになっています。私セザンヌのこのアイシャドウ持ってきたので、このカラーをまずアイホール全体に広げます。軽く広げて、でこのアイシャドウのこのこっち側のカラーを指に取ります。どんなカラーなんだろう、めっちゃ可愛いねこれ。この少しピンクがかったカラーと、こことここに塗ったんですけど、この2色です。濃いカラーをのせます。ちょっとピンクっぽいねこれ、ストロベリーって名前とか。先ほどのこっち側を涙袋に使ってみます。結構舐めとぼねこれ。下目尻はこの持ってきたアイシャドウのこちらを塗ります。上まぶたね、こことこのカラーを少しのせます。鼻水がやばい。アイシャドウはこんな感じで、ちょっとピンクっぽい赤っぽい感じです。はい、そしてちょっと唇保湿しときます。レブロンです。これもうちにもあるけど実家にもありました。え、これ使ってる？レブロンのキスシュガー。うん。アイラインとマスカラ、アイラインはちょっと一番下の妹に借りてきました。フローフシのモテライナーリキッドのブラウンです。真ん中の妹はね、ブラックのマスカラじゃなくてアイラインしか、寝てるし使わないみたいなので、一番下の妹に借りてきました。でも私もなんかアイライン入ってた、よく見たら。けどモテライナーやっぱすごい引きやすい。でマスカラは、これは借りようと思います。私も持ってきたりあるんですけど、D アップのエクステンシ、あ、ボリュームなのこれ、ボリュームなんだ、エクステンションマスカラです。ロングではなくボリュームタイプの。嘘、私ロングにするいつも。こちらのマスカラです。結構これ太いね、コームが。最近細いのばっか使ってるから。何が雨のいい感じ。え、絶対このマスカラ塗りやすいと思う、これ最近使ってるやつ。そうそう、細いの。目元完成したので、ハイライト最後に入れます。マックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペです。これ有名ですよね。これは真ん中の妹から借りたんですけど、一番下の妹持っていました。こちらをブラシで入れていきます。あー、すごいツヤツヤツヤ。このツヤすごい綺麗。やっぱこれ綺麗なので、目元もちょっとパッと明るくなるように置いておきます。ちょっとこっち側ライトが少ないんであれなんですけど。そしてチークはこちらのセザンヌパールグローチーク使います。こちらをこの、なんだろう、ブラシ借りたので、このブラシでのせます。シェーディングがこちら使ってるみたいなので、これでちょっとシェーディング入れるんですけど、多分これ色が少し私には濃いので、ちょっとなじませてから使おうと思います。よいしょ。リップ少し先に仕込んでおきます。こちらは視聴者様から
送っていただいたリップで最近ハマって使っています。ありがとうございます。ジューシーラスティングティントの03番です。ちょっとね赤めなんですけども、こちら本当に色しっかり残ってくれるので、カラーはねこういう感じの赤いカラーです。あー、いい香りがします。ほんのちょっと時間乗せただけでもすごい色残ってくれるので、こちらをまず唇に入れておきます。これすごいよ、この今流行ってるやつ。最近さ、マウスピースしてから唇に残っちゃうから、先にこのティントである程度唇に色をつけて、ちょっと色をこうつけてから上に軽くグロス重ねるって感じ。はい、こんなカラー、すごい赤くて綺麗。こんな感じでメイクが今日は完成です。髪の毛やりましょう。はい、ということでメイクが完成と、髪の毛もねちょっとポニーテールに今日はこんな感じでまとめました。で、今日のお洋服は、これはアズールバイマウジーのタートルのトップスに、ロングのキャミワンピースをセットにしていこうと思います。これはアメリヴィンテージで購入しました。セールでね安くなってたので買ったものです。カバンはこれちょっと妹に借りて、このヴィトンのバッグ使っていきたいと思います。アクセサリーはねこんな感じです。ブレスレットつけて、ネックレスと指輪とピアス、これは夫にもらいました。はい、ということで今日は妹のコスメを借りてメイクしてみました。ということで今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価その他 SNS もぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。バイバーイバイバーイ。